んこんにちは。五問クイズです。今回は全部解けたら IQ120 というとても難しいなぞなぞです。簡単には解けない難問ばかりですが、全問正解を目指して挑戦してみてくださいね。制限時間は25秒です。それでは早速やってみましょう。1問目です。聞くとめまいが起きてくしゃみが出てしまうのは何の音でしょうか。ヒントです。めまいはクラッとしますよね。終了です。答え合わせです。答えはクラクションでした。めまいはクラッとして、くしゃみはクションですので、クラクションでした。2問目です。サッカーボール、ユニフォーム、グローブのうち過去にタイムスリップができるアイテムはどれでしょうか。ヒントです。タイムスリップとは時間をどうすることでしょうか。終了です。答え合わせです。答えはサッカーボールでした。タイムスリップは時間を遡ることです。遡るはサッカーのボール、サッカーボールでした。3問目です。年を取るほどシワがなくなってツルツルになるものは何でしょうか。ヒントです。車のパーツです。終了です。答え合わせです。答えはタイヤでした。年月が経ってすり減ったタイヤの表面は凹凸がなくツルツルになりますよね。4問目です。冷蔵庫、物置、鏡の中でお花屋さんの真ん中にあるものは何でしょうか。ヒントです。お花屋さんの真ん中ですよ。お花屋さん。終了です。答え合わせです。答えは物置でした。お花屋さんとひらがなで書いて、真ん中に納屋があります。納屋は物置のことです。最後の問題です。私が C を飲むと何に変身するでしょうか。ヒントです。私は英語で Me となります。終了です。答え合わせです。答えはミノムシでした。
私はミーですので、ミーのむし、ミノムシでした。以上で問題は終了です。難しいなぞなぞはいかがでしたか？全部できたら IQ120 レベルですよ。全問正解した人も、残念ながら解けなかった人も、コメントや高評価をしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。